ヨセさん、浅草キットのハイヒール、あのシーンも良かったですね。特に、一番最後の伏線回収のところで、ハイヒールを移した後に、師匠がね、その、ハイヒールを差し出すところを、こう、じっと見て、ちょっとにやけるんですよね。そこをほんの一瞬、コンマ5秒ぐらい、ポッと入れてるのが良かった。あそこで、ほんと最初の伏線が回収できて、じわーっと来るところがありましたよね。で、あと、師匠がね、あの、お亡くなりになって、 そこでも葬儀屋から連絡があって半額になったってボケるところ。あそこもなんか喜劇なんですよ。要するにネタは笑いなんだけども、笑いが起きれば起きるほど切なくて涙が出てくるみたいなね。あれは男は辛いのトラさんのシーンでもよくあるんですよ。みんなが笑ってるのに客は泣いてるみたいなね。そんなシーンが結構あって、ぐっとこの胸を締め付けるもんですけども、あの劇団ひとりさんがあの映画を監督してね、でいろんなところに 泣きの泣きどころを入れてるっていうのはどういうことかっていうと多分お笑い芸人とかそれからそれぞれの道でプロを目指す人がみんな経験したことがあそこに入ってるんでしょうねで曲がりなりにも吉永さんとか、まあ、私もですけども何とかその世界でこうやって生き残ってきた時に似たようなシーンが結構ね思い出されてグッとくるんですよ全然伸び悩んでる弟子がふてくされたりとか紆余曲折したりとかしてねで結局最終的には「稼ぎました!」 言って私の場合だったら即家塾の残金をボーンと入金色をつけてしてくれたり夜中にポストの中に金がドーンと10万ぐらい入っていたりとかね、まあ、そういう風にして自分の期待以上の成果を出してまあなんかなあの重なるところがありますねであの「師匠新しいタップ教えてください」っつったら「お断りだ!」って「もう教えるタップがねえんだよ!」みたいな感じで。 その熱心に吸収するしさんの姿と惜しげもなく自分の技を伝えていく師匠深見師匠との関係がそこでね見えて最終的にあの祝儀袋をもらった時にもう教える芸がねえんだよみたいなところに重なるのかなと思いましたでこれビートたけしさんが言われていたんですけども結局深見師匠を超えることはできなかったって言ってるんですよね 有名には俺はなった。そういう意味では師匠よりも有名になったけども、でも結局超えることができなかったよっていうふうに、たけしさんが振り返るところが、なんとも泣かせますよね。で、実はね、深見師匠が、あの、お客さんがどん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 浅草の劇場からいなくなっていくときに、どうせ客なんて戻ってくるんだよって言ってましたよね。あれ実はね、今戻ってるんですよ。浅草に。実は2、3年前、私母親と一緒に、 母がね、浅草の劇場が見たいって言うんで、一緒に行ったんですよ。そしたら、まあ名前は全然わかんなかったんですけども、芸人さんがどん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 出てきてね、やっぱりコントをやったりとか、ショーをやったり、まあヌードショーはなかったんですけどね、ストリップはね。でもそうやって浅草の劇場をすごく盛り上がってました。お客さんも6部入りぐらいだったんですね。うん。で、ちゃんと入ってたんですよ、お客さん。ので、面白かった。はっきり言って。どこの誰かわかんない役者さんがそこで経験を積んで、いつかは、 別の世界へ巡業へ営業へテレビに新しい舞台にみたいな夢を追いかけてあの金ちゃんとかね渥美清さんとかねそれからビートたけしさんが深見、えー、師匠が踏んだの舞台を今無名の新人が日々踏んでるんだろうなと思うとねリアルな劇場に行ったらまたねなんか感慨深いもんがありましよね。まあ、浅草キットを見る前に 実際に現場に行ったんですけども思い出すに確かになと思ってましたで映画の中に出てきたクジラ屋っていうのがあるじゃないですか芸を磨くクジラ屋あのクジラ屋の前の看板の広告スペースあそこにはね有名になった芸人さんの顔写真が順番に飾られるんですけども予約ってなってるんですよビートたけしさんがおいらが死んだらここ俺の顔なみたいな感じで予約してるみたいですまあでもそんな感じでね 本当に浅草キッドむちゃくちゃゃくくよできた映画だと思います。それはひとえに劇団ひとりさんもそうだしいろんな芸人さんが這い上がってねでやっとつかんだ歌方のステージそこに全ての思いを込めたから辛いことも悲しいことも笑えるし泣けるんじゃないかなと思いましたねだから何かを本気でやるとね本気でやってる人と共鳴するんですよ。ここだみたいなのが出るんですよ。 浅草キッド単にいい話じゃなくてこれ俺もよくわかるわみたいなのが随所住所に現れていてこれから人生経験をさらに積むとねもっといいところを見つけることができるんじゃないかなと思いました浅草キッド素晴らしい映画でしたねそれじゃあちょっと行ってきます